You're listening to Shibuya Cross FM. ういっすー。はい、こんにちは。始まりました。トロサーモンのアクラジオ買ってもらった。始まりました。この番組は、株式会社スカーレット原宿サウンドスタジオ、福島県郡山市の株式会社大英ホーム、株式会社丹田工業、株式会社ブルパッション、株式会社三つ目の提供でお送りしております。さあ、ということで始まりました。暑いね、ちょっとね。さあ、まあこれを聞いてる人もね、まあ朝聞いてるのか、電車乗りながら聞いてるのか、作業しながら聞いてるのかね、皆さんどういうふうに聞いてたりするのかなとは思ったりしますけどもね。そういうなんかラジオ聞いてますとかいうコメントで一番ね、心に残ってるのはね、なんかあったな。前ね、 YouTube に上げたラジオのやつで、子供に母乳をあげながら聞いてたんですけども、笑いすぎて手が良くなりましたっていう、聞いたこともない感想をいただいた時は少し嬉しかったですね。世の女性のためにもなっているのだと。全ての命のものに寛大なる力を渡しているのだと思うと、このランジは本当にいいなと思いますね。かと思ったら、もう何でしょうね、いい悪いもありますけども、俺さ、いつも思ってるんです。もうさっきも楽屋で話してたんやけどさ、東横キッズとかおるやんか、新大久保のさ、女性見打ってる人たち、あれなんでさ、その東京都って何もせえへんのかな。不思議じゃないね、思わない。小池さん、小池さんが管轄してんのかな、あれ。あんまさ、もうここに入れませんよとかさ、したらいいのに、なんでやんないの、あれ。思わない、みんな思わない、俺だけ。どうでもいいですよじゃないんですよ。懐かしい、覚えてた、今の覚えてる、ちゃんと。だいたいスキカルさんね、と思ったりするんですけどね。なんだろうな、あれ。そうそう、で、まあそんなんがありながらなんですけど、実はまあ、こういう仕事してるから、いっぱいいろんなところでいろんな話するじゃないですか。で、まあ、一部覚えてくれてる人がいたら嬉しいけど、俺3年前ぐらいにラジオじゃないねんけど、どっかでハゲ、頭のハゲのことをね、話してる時があって、その時にポロって言ったんやけど、それなんやねんって言って、みんなしれっと流しててんけど、その時俺が何を言ったかって言ったら、ほくろね、体についているほくろから生えてる濃い毛あるやん、一本ビヨーンって伸びたりとか、俺ずっと疑問に感じてたんよ。なんでこんな濃い毛が生えてくるのだろうと、頭皮には生えてないのに。っていうことは、そのほくろについている分子、分子っていうのかなんか分かんないけど、その DNA、 ほくろについている黒い DNA というものを研究して、ね、頭皮にこう巻いたら生えてくるんじゃないか説ね。だって生えるでしょ、ほくろから長い毛。おかしいんだって、なんで生えんの、あんな太い毛が、素晴らしい長い毛が、ってずっと思って、それを言ったのよ、何年か前に。で、みんな、何やねんそのアホみたいな話って言うから無視しててんけど、知ってる、今日とうとう来たよ、マジで鳥肌立った。ナゾロジー科学ニュースっていうサイトがあんねんけど、すごいで、ほくろから太い毛が生えやすい問題がハゲ治療の鍵になる。俺言うてたから、3年前から。偉くない、誰も聞く耳持たん。こうやってさ、なんかアイデアとかさ、開発とか革命って起こるんだろうね。みんながそっぽ向いてたけど、俺ずっと言ってて、これこいつ多分俺のこと好きなんかな、パクったんかな俺から、こいつ。そう、しかもアメリカや、これ米 UCI はほくろにおいて毛髪の成長を活性化する重要な役割を果たす分子を発見。ほら、これをハゲた頭皮に注入することで、旧式にある、毛包を再び活性化できる可能性を感じたと。今後はこのような分子を使うこともあるだろうと。すごくないね。だから何が言いたいか、俺は悪いけど実行に起こすよ、実行するよ。今この中にもほくろがないっていうやつはもういないよね。
我こそはでっけえほくろから毛生えてるやつの分子俺が買い取る。気持ちの悪いラジオだ。気持ちが悪い。あと YouTube だいたい1ヶ月で回したら7万人ぐらい聞いてるわ。約今耳傾けて聞いてるやつよく聞け。あんたたちの顔は俺はよくは見てないけど、聞いて笑ったり楽しんだりする日常があるのだとすれば、俺の言うことも一つは聞いてくれ。お前たちのほくろについている分子を俺は買い取る。分子を透明のものに入れて本社に送りつけてこい。待ってるからな、本当にね、ボーボープロジェクトだ。ほくろの分子ボーボープロジェクトだということでやっております。はい、まあ、そんなんもありながらねやってますけども、ちょっとね一個謝らないといけないんだよな。謝罪をしたい。謝罪をしたい。ほんと心から謝罪したい。俺はほんとやっぱクズでした。もう今更かよって言われるかもしれないけど、俺はやっぱ極悪人のクソ野郎でした。聞いてくれる？飛行機乗ったんよ。通路側やったよ。横におじさんおったよ。おじさん寝とったんよ。で、何？なんか飲み物ドリンクいりますかということで CA さんが来たのよ。で、あ、聞こえてる？大丈夫？で、もらったのよ。お茶をね、冷たいお茶を。で、俺もう欲張りやから、いつも冷たいお茶とコーンスープみたいな2つもらうのよ。もうこれがわかんないけどね。で、2つもらって置いたんよ、横に。左の。手乗せるとこ、肘のところに。ほんならもうな、俺もわかんねんけど、もう携帯置いててその上に乗せてもうたんよ。ほんならこぼれて、冷たいお茶がやっぶわーってなって、もうびしょびしょよ。やばいやばい、どうしよう、やばーと思って寝てんのよ、まだ。もう天使と悪魔がさ、おい謝罪しろよお前久保田、お前何してんねん。悪魔は、いやええねん、寝てるからほっとけ。どうしようと思って、どうしようと思って、で起きはったんよ、パッて。でもう俺もうほんまクソ、俺が最初に言った第一声が、大丈夫ですかって言ってもうて、もうさ、もうその人もさ、いや大丈夫ですか、お前じゃないのみたいなことちらっと見たのよ。で CA さんがそれを見て来たのよ、バーって。で CA さんが、すいません大丈夫ですか、すぐに乾かすもの持ってくるので少々お待ちくださいって言って持ってきはったわ、ティッシュとかいっぱい。で CA さんがなんか俺以上に、俺謝ってないねんけど、まだめちゃくちゃ謝るのよ CA さんが。本当にこの度は申し訳ございませんでした、衣類の方って濡れてますけども、こちらで全部処理させていただきますんでって。3人ぐらい来たわ。もう結構大騒動になってきて、もう俺はなんかもう借りてきた猫みたいにずーっとまっすぐ見てて、でも言ってんのよ天使が、謝れや、お前何やねんそれ、何してんねんお前。悪魔はもうえて、もう何も関わったらあかんで、お前はもう何も分からなくなって、やべえと思って。でなんかちょっと偉いさん、ちょっと偉い方かな、 CA の何年かやってる方が来はって、すいませんこれ衣類に出しますので、まあ、金額はあれやけど1万円以内の中で全部処理させていただきますのでご安心くださいって言ったんよ。たらもう俺ほんまクソ、俺はもうクソ人間。それ聞いた時にもう最初によぎったのが、え 1万円も出んの、と思って。そんなことじゃない、謝らな、謝らな、何してんねんずっと、と思って。で気づいたら寝てました。気づいたら僕は寝てました。でもその後やっぱダメだなと思って謝りに行った。降りるときにね、すいませんって、実はそのお茶、冷たいお茶こぼしたん自分だったんですよ、ほんますいませんって言ったら、めっちゃいいおじさんで、いいえ全然分かってましたよって、分かってたんや。マジで空気悪くなる、マジで悪い。降りてね、飛行機から降りてこう歩くところで目的地まで行く通路のところで言って、でおじさんがバッと歩き出したから、また熊が出てきてさ、
心臓の中からすいませんって行けばいいのにずっとさついてなんか足動かへんねん。おじさん見送る形になってちょっと距離置いて歩こうみたいな自分がもうほんと嫌になっちゃった。もう俺は情けない、情けない、俺は情けない、ほんと心から申し訳ないと思ってます。すいませんでした、すいませんということでございますわ。そんなのがありました。そういう習慣でしたかね、1週間2週間か。で昨日は長崎かな、長崎に行ってましたけども、長崎行ったことある人います？結構いるね。長崎めっちゃおもろない？おもろいよな。え、知ってる？ちなみに長崎って人口で九州で何番目か言える人分かる？パッと大体何番目とも予想、予想手でやってみてよ。あ、2、あ、俺全然やん、ほらほら全外れてるよ。あ、4、正解、4番目。意外と人多いねんね。で飲むところもあってさ、うん、楽しかった、すごい楽しかった。あのね、リンダっていう59歳ぐらいのニューハーフの方、細いおじさんって言ってるわ、細い人がやってるお店行ってきた。うん、あと飯もうまいしね、長崎楽しかったな、また行きたい。でも坂が多いね、坂がね、うん、面白い。だからあとでラーメンがあんま流行ってないって言ったね、ちゃんぽんが美味しすぎてみんなちゃんぽん食べるから。うん、あと空港が暑かった、もうすっごい暑かった空港が。さあということで、空港が暑かったということで、長崎空港が、今日もゲストを呼んでいますんで、この方です。石田一生さんです、どうぞ。どうも、未成年見てくれてましたかドラマ古いの。どうも、トルコで職務をしてすっごい白髪になって帰ってきた石田一生です中本です、よろしくお願いします。いや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 、行ってきたかいな。行ってきました。長崎おもろいで行ったことある？俺ないね。あ、仕事で1回とあったわ。あとは修学旅行やけど、仕事の時は確かにちゃんぽん美味しかった。いや飲み屋街ないね。めちゃくちゃいいで。いや、もともとやっぱりさ、船とかで海外の方が来るような場所やんか、うん、飲み屋街面白いと思うよ。面白いで、なんなんちょっと言ってたけど、リンダっていう50歳ぐらいのニューハーフがやってる店、うん、めっちゃおもろそうやんあ、写真見せてあげたいわ、リンダさんの。写真あげていいよって言ってたからさ、見せてやろう。めちゃくちゃ綺麗な人やで、もうモデルかっていうぐらい身長もスラッとしててさ。あ、綺麗なんや。そう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 、また、そういうさ、なんかそのお姉の経営の人がやってる時って、うん、そのママって呼ばれてくれるお化粧しない人もおるやんか。ノーマルね、ノーマルの人、うんうん、大阪の金魚ママとかね、覚えてる？なんか言ってた言ってた。中川家の礼二さんとかが、メッセンジャーの黒田さんとかが行ってた、うん、一番お酒飲んでる時期に行ってた店。あなたが男になったところね。うん、いや僕がじゃあ迫られたよ正式にうん、その話していい？いいよ。うん、でリアルに言ったかんで、もうちょっと言葉選んで言ってよ。うん、迫られて礼二さんが寝てて、僕がその時、うん、まだまだ20代前半とかやって、うんうん、でわらめしの哲夫さんがコータ呼びますって中山コータ行ったら、うん、そのみんな寝てたんよ、なんかむちゃくちゃ飲んでて。そう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 。なら金魚のママが、ママって言ってもお化粧してないタイプですよ、うん、全部の指に指輪つけてる人やね、うんうん、その人が僕のバーって来てトイレのとこで、いやもうあんなに寝られたらこっちも我慢できへんわ言うて、ちょっとええか言うてちょっとまさぐってきたんですよ。なるほど。パンツの中にちょっと入れてね、うん、でうわごめんなさい私って言って、うん、でも私悪いことしたわっつって、うん、じゃねって言ってみんなが起きた後にバイバイって言ってんけど、うん、廊下出て明るいとこで手振ったら、うん、そ言うたら指輪全部つけてるやんか、うん、そのつけてる指輪全部に陰毛挟まってた俺の。ちょごめん、短く言うわ、うん、織姫と彦星に謝れよあ、今日七夕でしたね、ごめんなさい。ちょっと七七四十九で宿泊の話しちゃいやかましいやかましいな今のは。確かに写真でこういうやつね、うん、ちょっと見して。あ、綺麗。綺麗やろ。綺麗ね。これでも50で、うん、このちゃんと年相応の格好やん、うん、綺麗な人やんか。綺麗、歌もうまかったしね。また会いたい。なんかちょっとこの年になったら分かってくるよね、うん、こういったお姉の方とかさ、うん、浜崎あゆみさんとかも2丁目好きとか言うやんか、うん、おもろない店。うん、僕も何回か行ったことあるんですけど、話が面白いし、うんうんうん、二丁目の人ね。そう、ああいうお姉系の人とか、うん、でもなんかその俺あんまし本当はそこまでじゃないんだけどね、まあ、こう、うん、まあまあいいや。どっちかといえばお姉ちゃんがいいや、うん
まあまあ分かんない、いいなと思う。でもそのニューハーフの方は、あなるほど、男性と女性の意見両方言えるから、うん、ね、嫌いになる人あんまいなくない、両方言えるもんね、両方分かってる。マツコさんもせえさ、マツコさんもせえな。今ニューハーフって言ってよかったんだっけ。いいよね、別にニューハーフは OK ちゃうかな、うん、ニューハーフのタレントで嫌われてる人なんていないでしょ誰も。ね、あ田代さんか。え、誰、田代さんちゃうっけ。田代正史さんはニューハーフ、田代正史さんはニューハーフとかゲイとかじゃむっちゃヒゲやんか。まあ、別にヒゲでもええけど、じゃあ田代正史さんはあんたあれと間違えてるわ。あのお薬をやってた時に間違えて、あの風呂覗いたけど中の風呂男やったって事件があって、世にも珍しい。じゃそうやんか、普通に女好きです。なるほどな、はい、女好きの人です、あの人は。なるほどね、うん、なんと今日はね、お嬉しい話あります。何、まだまだあんのか、そのなんかアーティストとしての活動してラップで芸人家を買うまで出してほんまに家買って俺キャラ状態起こしとんねんマジで。次もうなんかやることない、 M1 優勝して絵描いてラップもして、うんうん、もうなんやいろいろやってよ。覚えてる人もいないよもう M1。 あでもあの枠空いたで。何、あの広末さんの不倫相手のあの男の人の役、あのちょっと体型とか似てるから次料理やで。似てるけどあいつらもう開き直って喧嘩しとるやんけ全員で。どういう状況やねん。キャンドル・ジュンもあの料理人もあの料理人の人むちゃくちゃキレてるやん。めちゃくちゃ気強いやん。あんなキレれる、なんであれ。もう最初もなんかいいなと思ったけども今嫌い俺もう、うん、ちょっと開き直ったらちゃうやん。てかさ全員大人やから。そう、何してんのマジで。何してんねん、何してんねん、うん、その鳥羽シェフの奥さんが一番かわいそうやわ。かわいそうやねん、発言してない、うんうん、ということでございますけど、はいはい、いやまずだから いいニュースがありますね。いいニュースがある、おめでとうございます。何を、中山浩太さんおめでとうございます。なんかあんの、ほらもうそのショーウィンドウの前の皆さんももう拍手 し損ねてるよ。何のこっちゃ分からへん。なんと僕もびっくりしてるんです。吉本が急にこの7月になって、言い方悪いですよ、手のひら返す、それは言い方悪いか、あの、うん、体制というか何か変わったのか知らないですけど、苦節、うん、今何年ですか。なん芸歴で言うと23年、23年、うん、グリーン車になりました。え、嘘、おめでとうございます。え、めっちゃ拍手持てるけど、いや、俺何も聞いてないねんけど。いや、今日俺ライスの関町に会って23もうやっとですわってグリーン車になりました、うわーってライスね、ライスの関町グリーン車になってなかった。 R1 キングオブコント撮ったけども、そうそう、ライスはだってずっとそれノリにしてたやんテレビとかでも。そう、キングオブコント、おめでとうございます。関町も言ってても R1 取った人全員、俺今日大田ひかるさんも、大田さんはまあ最近はね、あの主婦業やってらっしゃるからあんまりその新幹線乗れへんと思うんだけど、あれあれでよ、あの今日三浦マイルドがツイッターでつぶやいてて、うん、実は俺それ俺三浦マイルドだけやと思ってて、じゃあみんなって言ったよマジで。理由がその会に行ってんて、三浦マイルドとあと結構偉い社員さんと岡本社長、うん、それこそ我々の会長が、うん、大阪万博でもう辞めることになったんかな、うん、抜けたんかな、うん、って言ってんて。ありがたいやんか。そう、え、でもマネージャーから聞いてないの。何も言ってない。関町は言うとったよ、関町電話してみる今。じゃあ俺これで俺変わってないともうきついけど。いやそれはないって、そんなことないやろ。いやそれがもうやめろってことやんか。だからお前がそんな扱いされたら俺どうしたらいいねん。グリーン車お前だって頑張ってきたやんけ今まで。頑張ってきたよ前だって、そのお芝居が入ったって村八分って出たやんか。何のお前タイトル言うって、お前タイトル言うなって。どうお前絶対言うたかんやんけお前。村八分っていう映画でやな、田んぼで蹴られて、あの落とされてやな、鎌で殺されかける役あったけど。そんなやつはグリーン車やろ。いやグリーン車かやろ、主役やろその映画の。色のない電車に乗ろう俺そんなやつは。モノクロの関町君に聞いてますわ。電話出るかな。これつけて、これつけて。聞こえてないよ。忙しいやろ。もしもし。はい、もしもし。もしもし。もしもし。はいはい。関町ごめん。聞こえますよ。大丈夫ですよ。今ちょっとラジオの最中やねんけど。はいはい。あ、ラジオ中。はい。うん、すいません、さっきありがとうございました。いい、送ってもらって。お前さ、はい、はい、グリーンになったんだよね。ちょっと今まだ公式には言ってないですけども。あ、ごめんごめん。まあでもそういう方向になる可能性が高いだよね、まだいいな、うん、もう、はい、
で、お前さ連絡来ました。お前さ言ったじゃん、はい、だから R1 チャンピオンも全員そうなるってさ。いや、賞レースチャンピオンは なるって聞きましたよ。で、マイルドさんも確かなったって誰かが言ってました。あ、ツイッターで書いて、あ、ごめんなさい、中山です。中山浩太です。あ、浩太さん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、三浦マイルドはツイッターで正式に書いてたんですよ。はいはい、そうですよ。なんか誰かが言ってて、なんか中山さんが、関町、はい、中山さんがなんかマネージャーからそんなことを一つも聞いてねって話なんだけど、うん、お前それ責任取れねえと、お前分かってるよね、それは。すいません、ちょっとあの今、あ、はい、今行きます。すいません、ちょっと用事が、すいません。いいですよ、お前。そんなベタなことあるか、お前。ドラマのサラリーマン。芸人でもせんわ、そんなこと。ちょっとすいません。ちょっとすいません、休養かじゃないよ。すいません、ちょっと。ちょっとじゃないよ。振り返るか、お前。いや、そんなことないはずです。それはもう、ちゃんとコートさんはもう、ちゃんと誰もが知ってるチャンピオンなんで、それはもう絶対ありえないこと。これ全員ってことは、もう大田ヒカルさんもそうやねんな。だから大田さんは、いや聞いてみる。大田さんはちょっと多分エピソードゼロなんで多分ならないと思います。すいません。エピソードゼロってない。 R1 グランプリエピソードゼロ。大体エピソードゼロなんで、はい、それはちょっとわからないです。僕は分かった。ちょっと聞いてみるわね。中山君のマネージャーにもお前が言ってたからさ、うん、すいません、申し訳ないです。ちょっと僕もらもちょっとまだ1回も実際グリーンにはなってないんで、まだ、うん、ちょっとまだわからないですよね。うん、まあ、もしなったらさ、はいはい、イベントやろうじゃん、ルミネで。今まで座った新幹線の青い椅子をさ、はい、真ん中に置いて、それをバットでぶん殴ろう、全員で。それイベントちゃうでしょ、司会者。そうですね。みんなで一回ずつ叩いて、はい、回してって、うん、はい、ありがとう、ごめんね。ぜひお願いします。すいません、ありがとう、よろしくお願いします。ありがとう、はいはい、ちょっとさ、うん、聞いてみたらマネージャーにね。最中やからな。でもなんか僕な、じゃあもうむっちゃ正直に言うか、俺もうどうでもええねん。いや俺がよくないそれは。席よ、いや俺言えねん、そんなグリーン車になられへん友達いたくないやそんな。お前もチャンピオンやねんか。お前団地の子の遊ぶなみたいなさ、そういう発想出てんのかお前。お前マジで頼むで。そんなん言ったら今普通車乗ってる人が申し訳ないわ。いや嫌 やん、友達がそれ乗ってないっていうことが嫌やから。それは聞く、聞いたらマネージャーね、うん、聞いてみたら。変なラジオやな。いやそりゃだってしんどい。いやでもこういう時出えへんで、うちのマネージャーさん。これやで、これやで、 iPhone やろ、こっちこっちこっち、ちょっと iPhone やろって。それだから俺はこれがほんでもう出てるで、もう今出てるでって。だからお前が急にやるからやんけ。その俺タイプ C やって、タイプ C じゃなかった。もしもし、少々お待ちください。変えたばっかりやねスマホ、ごめんな。あ、もしもし、コータです。もしもし。あ、もしもし。あ、すいません、ちょっとラジオ中なんですけども。聞こえます、聞こえます。あ、ラジオ中の、ラジオ中なんすか。ラジオ中の中山浩太です。はい。なんか久保田が電話しろって言ったんですけど。はい、電話してろ。なんて？なんか言った今。もしもし。なんか安友って言ったらいいでしょ。もしもし。俺のことで安友と思った。もしもし、聞こえてます。はい、ラジオ中なんですけど、ちょっとだけ聞きたいんですけど。はい、ちょっと この度なんか岡本社長がいろいろ考えた結果、はい、何ですか、窓ガラス割ってます？ちょっと今外にいて、あ、すいません、ごめんなさいね、急な電話で申し訳ないです。とんでもないです、すいません。あの、あれですか、平たく言いますと、僕って R1 優勝してるんで、グリーン車になるんですか、これから。あ、いや。あ、分かりました、切ります。ちょ待って待って、あ、すいません、ちょ待って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 、もしもし、はい、久保田です。お疲れ様です、お疲れ様です。ちょっと待ってくれ待ってくれ待ってくれ、いいか、はい、なんで中山はグリーンにならないんだ。三浦マイルドグリーンで今日移動してますよ。え、本当ですか。はい、ちょっと考えて。俺はあのライスの関町に全部聞いてるんだよ。 R1 チャンピオンとか今までのチャンピオンは一回全員グリーン車にしようと、認めようと。はい、おい、中山、泣かすなよ。すいません、申し訳ないです。ちょっと一回チーフと話してください。え、マジで違うの、はい、グリーン車じゃないの。グリーン車じゃないです。お前さ、そんな言い方ないだろ、グリーン車じゃないですって。わかりました、切ります。目の色も肌の色も一緒なのに、なんでグリーン車じゃねえんだよ。
いやほんまやで、生まれたところや皮膚や目の色でね、一体なぜ僕がグリーン車に乗らないのかってことやで、これはもうこうなるとどうする、関町殺す、いやじゃなくて、じゃあ僕は正直もういいのよ、いやもうじゃあもう金くれや、普通にそのグリーン車やったら5000円ぐらい上乗せやろ、もう俺それでええよ、別に僕新幹線真ん中のさ ABC の B 席真ん中じゃなかったら何でもええから、でもっと言おうか、もう新幹線がグリーンとかそういう問題ちゃうねん、新幹線乗るような仕事くれやいけんぐらい、新幹線乗るような仕事ないねん、何にも、いやもうやめて、全部東京メトロで行けるわ全部東京メトロ自分で頑張ったらいいかそれはもうなんやねん今の、ごめん、じゃあほんま聞いてたから、悪気があって聞いたじゃないのよ、ほんまに言ってたから俺おめでとうって言ってた、あとはあんまり言いたくないけど、うちのマネージャーさんあれやわ、あの今日のトロワークも僕覚えてるからこれだけど、昨日スケジュール連絡なかったわ、じゃあそんなやつはグリーン車じゃないよ分かった、もういいよ、まあいいや、まあしゃあないね、うん、悲しいな、いやでもマネージャーが言うてないからもうこれ問題ないよっていうことは、じゃあもう間違いない、あれじゃ、じゃあだいたいヒカルさんもグリーン車じゃないんか、だからお前だいたいヒカルさんのことばっか言うな、子育てが大変やから、だからこそしてほしいんだけどね、うん、どうでもいいですよ、うん、でもいいですよ言うんから、グリーン車じゃない、ないことに関してもやっぱりどうでもいいですよって言うんかな、うん、なりますけどもね、うん、あ、そう、なんかほら中間が言うてた、あの切り抜きのあれもう言おう、今あ、言おうか、ちょっとごめんなさい皆さん、ちょっと怒ってるんですよ、うん、我々言うと、あの YouTube で聞いてる人もちょっと、手伝ってちょっと力貸してほしい、はい、もう、まあ、あんたが汚すまでもない、俺がさっき名前あげるわ、まずラジオサマリー、同一人物だと思うけど、ラジオサマリーと世界は数字でできているってツイッターでアカウントやってる人間、うん、もう俺らのラジオ何も、俺らのってはっきり言うわ、うん、このトロサーモンのトロワークに関して何も書くなお前、うん、もうマジで迷惑やから、むちゃくちゃ、聞いてる人もう一回言う、ラジオツイッターで調べたら出てくるから、はい、ラジオサマリーと世界は数字でできているが、前回のラジオで喋った切り抜き、もう性格がある、悪意しかない、ほら覚えてる、中山君が警察ごたごたなったって、あれだけ切り抜いて上に上げやがってやばいみたいな書き方してんのよ、バカだからあいつ、警察沙汰って書かれてるね、でも僕がラジオで言った通りやし、そのせいでマネージャーさんにも説明せなあかんようになってんけど、要は騒音と向こうが見なしたけど相当怒ってたと、うん、で対応してたら向こうが何でか分からんけど警察呼んで、うん、居酒屋にまで入ってきたっていうのが真相やのに、うん、なんか俺がなんか暴れたみたいな見出しになるやんか、そうそうそう、で知ってた、あれ別に俺らにだけ悪意あるかと思ったら他の人に関してもそういうことやね、俺いつも言うてんねんけど、うん、で例えばラジオ内のこと、まあ俺もともとあのサイト自体嫌いやったけど、うん、でやってる人人間一人かどうか分からへんけどさ、うん、あのトロサーモンのことも嫌な見出しで全部書いてたで、知ってる、関連記事知ってる知ってる、だから今聞いてると思うねんけど、うん、お前さ、聞いてそのまま文字に起こすだけの仕事、それ何がおもろいな、あとネタバラシになってるからもう邪魔すんなよ、そうそうそう、だ俺が言うて、あれや、もう人間コピー&ペーストと一緒やからね、そうネットニュースの、そう、あ、もうそいつに向けて、あ、ダメや、そいつに向けて歌ってもそいつヘラヘラして今笑ってるわ多分、めっちゃ腹立つわ、ほんでお前はここを切り抜け、うん、本当にそう、うん、じゃあ今から言葉にするわ、ラジオサマリーと世界は数字でできている、芸人みんな迷惑してるし、うん、オードリーさんとかもオールナイトニッポンとかずっと言ってたからむちゃくちゃ迷惑してるし、うん、お前なんか誰も好きちゃうから早よやめてくれ、やめてくれ、で今これを記事にしろ、本当にこれをしろ、で見出しは私すごい嫌われていた、ラジオサマリーですこんばんはって書けよ、書け、うん、それで終わりや、終わりや、むっちゃ迷惑よ、ほんま俺めっちゃ連絡来たもん、なんかやったんこうたって、いやそりゃそうなるってなるよ、多分そいつのせいちゃうかな、あんたのグリーン車になられへんのも、あ、そうか、警察沙汰みたいなな、あ、関係ないね、売れてなさ、売れてなさ、そんなことないで、本当に頼みますわ皆さん、これは怒ってます、ツイッターで調べてちょっと言ってください、そいつらにも皆さんもね、前回はくぼっちゃんのことを見出しで悪く書かれたよ、そうそうそう、もう怒りすぎて泣いてるやん、もう濡れてるやん瞳、ちょっとね、お前がグリーンじゃないことって辛くなってん、俺がどうさ、ワンデーアキビュー2週間つけてんのつけるかよお前、ワンデーアキビューこれはね、はっきり言うときましょう、言うときましょう、ここ絶対切り抜いてください、切り抜いてなかったら逃げとみなしますんで、うん、会いに行きますんで僕ら、うん、探しますからね、 YouTube で会いに行きますんで、うん、全部探せるから、はい、今本当にもうそう、探せる、うん、舐めるなよ、本当バカがクソ暇人、めちゃくちゃ怒ってるからな、我々、うん、あれに関してはクソ野郎が、うん、よくもまあそれで飯食おうとしてやがってよ、ほんと、ちょ待てバカが、もういやもう一回終わってんのにグズ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 ちっちゃい声でお前みたいなやつ誰が欲してんの、声張れや、マイクあるとはいえ、うん、ちっちゃい声の方が響くやろ、なんか分かるそれ、舐めやがってお前、クソが、叫んなよお前、何がラジオサマリーや。
だけかけやがって楽やな、お前の仕事は。サマリー、おだまり、芋踏んだろ、こら。いや。ええ、やるかいな。あれ、行きますか、はい、なんかね、今日ね、あの、作家さんが頭をひねりまして、はい、せっかく考えてくれてん、トロワーク、結構真面目な質問が多かったんですよ、はい、今まで、はい、なので、うん、あの、真面目じゃなくて、もっとなんか僕らに喋ってほしいこと、トロサーモン久保田の話、これを聞きたいっていうのを、はい、あの、ちゃんと募集したんです。お、二人でね、話を。そう、結構来てると思うんだけど、はい、あ、やっぱり今、ハッシュタグトロワークはミラーマイルド、グリーン車、うん、中山コートは違うっていうので、まあまあ盛り上がってますね、うん、いや、素晴らしい。びっくりしたな、あれ。どこ、何があるの。ああ、でも何でもどうぞ。質問意外と来てないかな。あ、来てないか。うん、一個だけ来てるわ。何、これあんた好きそうやけどね、うん、何、ちくわ二世さんから来てます、はい、うん、トロワーク、ハッシュタグトロワークのテーマ、テレビでお見かけするコメンテーターのような人たち、優れた時世で高水準の生活をしていることを、検事かな、見せつけている人たちが最近一斉に叩かれているように感じます、うん、それぞれの個人的な事情でそうなっているのか、社会の風潮なのか、お二人の見解を聞いてみたいです。誰が叩かれてるの。三浦瑠麗さんですよね、お名前。そ、だいぶ前やろ。いや、今むっちゃ叩かれてるよ。今も、だってもう終わったやろ、あの事件は。いや、昨日か、お子さんを、12時過ぎて、夜の12時過ぎて居酒屋さんに連れ回してた子供が難しい本をそこで読んでて、インスタ投稿して、もうあの人今何しても叩かれてんねんね。どう思いますか、この、いわゆる社会的なコメンテーターで高水準の生活してる人、うんうんうん、叩かれてる、うんうんうん、これ羨ましいっていうところなんかな。むずいところやな、それは、うん、まあ、でもコメンテーターやから世間の声を代弁して言うっていう人たちが、うん、高額なお金をもらってしまうと、うん、見てる人たちの間に溝ができるんじゃないかなと思う。だからいい生活してますよっていうのはあんまりコメンテーターの方は言わない方がいいのかなと思ったりするけどもね、うん、えらい答えちゃんと出せやかすごいスピードでちゃんと答え出したやんたまには真面目なね、話も。いや、いいと思います。せやねんな、難しいよ思ったりもするし、あとなんか、まあ、余談でちょっと派生すると、うん、まあ、芸人の名前は出しませんけど、うん、ある芸人がよく喋った、真面目なこと喋ったらニュースだったりするんですけど、ね、そこ俺一理あるんですけど、うん、浮気するとかあるやんか、うん、あるある、あ、それ言ったっけ前。一回言うてみてよ、うん、で、そもそも僕浮気するんですよ、浮気してるんですよっていう芸人がおると、うん、そいつらは写真撮られない、うんうん、言うてるから別に撮ってもな、ね、何も記事ならへん、せやな、言うてもうてるし自分でってな。大悟さんとかほとんど言うてるよね、うん、もうテレビで。で、それをじゃあ逆にお金をか、女性でもお金を稼ぐ CM とか出てる人たち、綺麗なイメージの人たちが浮気をすると叩かれるのは当たり前だと言うてるわけよね。当たり前なんかな、うんうん、でそういう風に開き直ったような喋りとか正直な芸風で生きた方が、うん、叩かれないんじゃないか。例えば広末さんでも私浮気するんですよみたいなことの芸風の方がいいんじゃないかって言うねんけど、ちょっと待ってと俺思うねんけど、うん、それめっちゃいいみたいなコメントがバーって出ててんけど、うん、女の人がさテレビ出てさ、私浮気するんですわ、昨日も男抱いたんですわって言うわけないやん。なんでかっつったら女性は男性にないものないかって品があるってことやんか、うん、で子供も生まれるし、うん、子供もできたりするわけで、うん、そういう女性が昨日も浮気したんですよって言えるような世の中なんてありえないから、そこを同等に男性芸人と女性の女優さんも一緒にっていうひっくるめた考え方は僕はどうかなと思いますけど、どうですか。あのね、あなたの言うことですごく一理あってね、うん、あの僕も分かるのよ、うん、言いたいこと、うん、で僕ね、前回かなラジオでちょっと言わせてもらってんけど、うん、あの女性の不倫とか浮気に関して、うん、あの世の中厳しすぎるっていうのがあったんですよ。確かに。でそこに関してやっぱ思うのが、うん、あのね、なかなか男性は浮気するものとかよく言うね、あの浮気とか不倫する時の言い訳として、その種を残すから、あの生存本能として、あの男が浮気するようにできてるとかいう言い訳するんだけど、そんなことなくて、それだったら女性だって子供を産むために優れた種、言い方悪いですけど、もらうために浮気するって考えもあるんですよ。ただ一個だけ男の人、これ心当たりあると思うんだけど、男性は極端に女性の下ネタで笑いづらいんですよ。あんた笑ったことあります？女の人が
女芸人さんがブローンって乳出して、俺むっちゃ引くね正直言うと。いやそこはだから引くんだったら、だから引くのはだから品があるからでしょ、女性というものがっていうことでしょ、ね、我々はだからそういう人たちがね浮気しましたっていう時代にはないよっていうことを僕は今言ってるんですよ、それをあなたに今。なるほどね、うん、それを言って繰り返してるだけですよ、あなたが言ってるのは。いや別に繰り返しにはなってないですよ別に。だから別の論点から話しましょうって話してる。こんな至近距離の論破王ないねんふざけるな、だいたい距離あんねん、あれもう分かるけどやってるから番組で途中からあの 朝まで生テレビのさ、これニヤニヤしながら行く嫌な感じね、うん、るけどこの攻め方あなたじゃあ聖徳太子知ってる、うん、何やねんそれ、えブチギレされたしな、あーなんかあったんかい、誰が聖徳太子だって言ってあったんかい、めっちゃ怖いんですよ。まあまあまあこれね、まあありますね。だから、まあまあまあ、なんかエイウィッチさんがさ、うん、化粧水かなんか顔にね塗ってね、うん、ジョークやと思うんですよ、白い化粧水顔に乳液かいっぱい塗って、うん、インスタにあのハッシュタグぶっかけって書いて載せたんよね、うん、めっちゃ燃えたんよ。なんで笑われへん下品汚いとか言うねんけど、これはねその実際写真見たけど、うん、確かにね引くっちゃ引くのよ僕は。そこにちょっとつながるのかなって思ったけど、まあ、この問題はでもあれよ、ゆっくり解決していかなあかんよ、手と手を取ってね。だから難しいですよ、だからいや難しいこればっかりは、うん、だからまあ女性もそうしろよっていう意見はどうかなと思いました、最初に戻るとね、はい、あなるほどね、男性が浮気してるって言ってたら女性変と、じゃあ女性もそれやったらそれは違うだろうって、男性と女性違うだろうって、ちょっとなんかこのラジオ初のなんかためになる話を久保さんから聞けてるけど ね一回これ切り抜いてほしい、どれぐらい回るかあれちゃう4000回ぐらいちゃう4000回か5000回いったらなんかほくろこう遺伝するわ、なんかいやだからでもあれすごいよね、うん、すごいよね、ほんまにほくろで、うんうん、あんたもあってん首にこれは竜のひげやからって言って抜こうとしたらめっちゃ怒ってたよ、覚えてんの、あのファイナルファイトみたいに両手に縛ってきたんやんけあれ抜こうとしたらこれな、お剥がしちゃうみたいに、なまだありますよ、はい、何でしょうか、はちみつ小僧さん、はい、ハッシュタグドロワーク、はい、著名人芸能人のお騒がせしましたの謝罪は誰に対しての何なのか、二人の見解を聞きたいです。今さらもうよくないそれ、めんどくせえ、まうん、これはでも思ってる通りでスポンサーでいいよね答えは、うん、スポンサーにして謝罪してるんじゃないんですかね、うん、やろうな、うん、確かにご迷惑をおかけしましたって言ってるけど薬物に関しては迷惑かけてないからね、うん、俺ああいう時思うのが警察の人に謝るべきじゃん実は、うん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 、めっちゃ迷惑かけてるから警察に、なんで、え仕事めっちゃさしてるやん、大麻をすることによって、うん、むちゃくちゃ警察しんどい思いしてるで、多分寝れてない人おると思うよ、大麻かどうか調べる実験とか やってるから寝れないってこと、警察は、あ、ちゃちゃ大麻の人っていう、あ、警察大麻やってないよほんでごめんやってないとも一概に言われへんしやってる人おるかもしれんし、あそうですか、いや僕そうやと思うで、大麻をやった人間が捕まった時に、うん、一番しんどい思いしてるからめっちゃ謝らなかの警察官ちゃうかしら、うん、あの犯罪者がやるのは、うん、他あんまり目かけてないんちゃうかな、うん、謝罪ね、そう、あともう一個ちょっとあのこれから電話のコーナーに行きたいんですけど、うん、ここで言うといていいですか、何前回の写真についてなんですけど、前回の写真、あちょっと真相が明らかになったんですけど、はいはい、前回ってまだラジオ上がってないんですかね、はいはい、あの写真を載せた件があるんですけど、はい、YouTube で上がってないと思うんですけど、マッチングアプリに投稿している芸人がいるということで写真をここで上げたんですね、はい、なんていうお名前の人でしたっけ、ヘイタクちゃんです、ヘイタクちゃんさんだったんですけど、はい、先ほどスタッフの方から情報が入りまして、久保さんあれはちゃんとした平太くちゃんですということでしたなんでわかったかっていうと、いやあの久保さんトロサーモンさんのラジオでこんなん言ってましたよっていう、平太くちゃんさんとご飯に行った、うん、このクロス FM の社員さんスタッフさんがご飯行った時に平太くちゃんさんに、うん、あんな違いますよねって言ったら、いえあれは僕ですと、うん、って言ったらしいですね、僕はあのマッチングアプリにその写真を載せていますと、カバちゃんを、そうそう、これ皆さん覚えて帰ってください、覚えてください、はい、さあ、行きましょうか、はい行きましょう、留守番電話のコーナー、はい留守番電話のコーナー、これねいいんですよすごく、いいんですよ、先一丁もらっていいですか、なんかどあ僕が先なんかどっか行ったマネージャーさん電話してるときこれか、それちゃうか、ちゃうやん、自分がなんかさじゃあもうないやんけ、紐自体がこれちゃうんかい、じゃあこれは最初からついてたやろ、だったらこれつけたらええやんけ先っぽをこれに、じゃあこれがあのブーストお前つながってるとも限らへんやろ、お前が落としたのに、ほな来てもうたらええやんけ、えどこに飛ばしてんねんお前、
あ、ごめんなさい、すいません。こんな時間ないねん、ラジオでコードを探す時間。コードを探せ。いやね、ウォーリーを探せ。そしてコードも探せ。ないねん、ウォーリーを探せみたいな。あ、ほんまに。じゃあ行きましょうね。ごめんなさいね、ちょっと暴れすぎたから。さあ行きます。たくさんいただいてますんで、これを聞いていきたいと思います。前回はね、政治家の人の暴露もありましたから。あれはエグかったな。エグいですよ、このラジオは。さあ、まずは、順番に行きましょうかね、うん。この方、今日の、12時32分 PM ということは、つまり昨日の夜中かな。はいはい、はい、救急車撮ってますけど、行きたいと思います。聞いてみましょう、こちら。以前、新幹線の通路側の指定席で歌手の秋川雅史さんが椅子にもたれずまっすぐと座って口を細長く大きく開けたまま眠ってらっしゃいました。ちょうど千の風になってが話題の時期で、もうステージのことを考えて眠ってらっしゃるんだろうと思いました。お前の感想やろ。いや、千の風になってで寝てたんや。すごいとこ見てるね。え、これ面白いんですね。面白いね。アホやな、これ。アホやな、補聴法。アホな内容やな。いい情報でした。いい情報でした。じゃあ次いきますね。はい、この方からいただきました。火曜日にいただきました、こちら。こんばんは、ウトラのりょうです。吉本興業5年目です。先日、久保田さんと、ウエストランドの井口さんの、トークライブに、ラッキーで、出演させていただきまして、ありがとうございました。はい、その後久保田さんと、飲ませていただいて、で僕はすごいお笑いオタクのオタク上がりなので、もうシャンプーと飲めるっていうのがめちゃめちゃ幸せで、ね、中山浩太さんも専門学校の、イベントで MC させていただいて、MC していただいた後にご飯連れてっていただきまして、ダブルチャンプのラジオに、こうやって投稿できて、幸せです。はい、僕もともとお笑いオタクで、ルミネ座吉本とかに出待ちに行ってたんですよ。夜行バス乗り継いで、ルミネ行って公園見た後、出待ちとかをしようと思って結構待ってたんですけど、ルミネってなかなか芸人さんがそのいろんな入り口から出たりするからなかなか会えなかったりとか、あとやっぱそのもうしっかりオーラ出てるから声かけられなくて、でどうしようかなと思って新宿ほっつき歩いてたら武井壮さんがいたんで、武井壮さんと写真撮って帰りました。いい加減しろよ。いい加減しろよ。誰でもよかったんかい。武井壮さんやった。誰でもよかったんかい。もうコトラヤンでしょ。うん、しのぶ、何やったかな名前。この人にそうむちゃくちゃ俺ファンやってて、そうで武井壮さんでよかったんや。そう、すごいね実はマジで。俺ちょっとバズるから、まあ、写真ちょっとここは携帯に入れてんねんけど、ツイッターに上げたらバズると思ってるから、今日来てるから教えるけど、とんでもない。飲んだ時に、久保さんお笑いマニアですよ今さっきみたいに言って、何がやねん。ファニーって知ってる？ファニーオンラインチケットですね。オンラインチケット吉本の。あいつ見まくってんのよ全部、ほんで俺にすごいでしょって2万5000ポイント貯まってたよ。これいくらか知ってる？250万円。どういうこと？250万つぎ込んでる。配信で250万円分見てる？そう。うわ、何それ？いや、もう化け物やこいつ。てか、日本にそんな人おれへんのじゃん。いや、だからもう僕はもう芸人も大好きで、もう見たら分かるって、作家が、どの作家が入ってるか。で、途中でもう切ったりするって、もう 見ひんかったりするって、先が分かるからって。あー、なるほどな。して、あれ、あの話聞いた？コトラのあのメガネの子やんな、ちょっとだけぽっちゃりぐらいか、あの子舞台上でさ同期ぐらいの芸人さんと大喧嘩して顔面芝居だろ、映像見た？いやそれは知らんけど、世にも珍しいで、右左みたいなボクシングみたいな殴り方じゃなくて、右手立てでだけで
あの震え刺すことによって7発度ついてた、こうやってすっごいパンチ。いやだから そういうマニアなんですよ、お笑いマニア。いや、あの子は面白いね、うん、でそれを令和ロマンかな、あのメガネの、うん、ここに聞いたのよ、すごいらしいな、あの子、うん、知ってますよ。ただね、久保さん、あいつ見すぎていろんな芸人の要素を入れすぎてパクリ芸人って言われ出してるんですよって、うん、いや、それはかわいそうやろそれは別にええがじゃあ、お笑い好きすぎてね、いろんな好きすぎていろんなね、エキスが入っちゃって、まあ、最終的にはオリジナルになりますから ね、まあ、ね。さあ、次行きましょう、はい、こちら特に名前は書いてないです、これもね。7月3日にいただきました、はい、どん。いつも、楽しみにしています、もう本当30年ぐらい前の話なんですけれども、和食の料亭で、家族で食事をしてたら向かいの席にですね、白髪で、まあ、ヘルメット、ビートルズのような頭をした黒縁の眼鏡の初老の男性と、2人ぐらい女性の家族と思われる方々で、食事をしてました。なんか言い合いになってて、まあ、その男性のこと、まあ、大木ボンドさんに似てるなと思ってちょろっと見たんですけども、なんかおかずの取り合いかなんかで言い合いになって、途中でなんか、そのカンパチは俺のだろうって怒ってる声がしました。ちょっとトイレに行った時に正面から覗いてみたら、その男性はあの小説家の司馬遼太郎先生でした。司馬遼太郎、司馬遼太郎、司馬遼太郎さん、日本代表する、いや俺ごめんわ、ごめん、坂本龍馬さんの作品とか、ほう、日本代表する小説家、歴史小説家、知ってる、いやもうすごすぎる人やで、教科書載るレベルやで、司馬遼太郎さんって。もうもうあんま言い方あれだけどさ、うん、そこまですごすぎるともうウケへんな。いやそうやね、出る名前としてな、だから三国志の人の名前みたいになってくれんか。ほんでさ、あのちょっとこの芸人さん以外やねんけど、うん、全員の声がちょっとおじさんすぎる。どういう世代が聞いてんのこれ、このラジオ。声枯れ切ってるやんか、うん、さあ最後この人いきましょうかね、はい、いただきました、はい、まあこれ名前書いてますけど、まあ多分久保ちゃんすぐ分かると思うんで聞いてください。ポロサーモン久保田さんの後輩芸人なんですが、久保田さんと一緒に焼肉屋で成功されている社長の自宅で飲ませていただいたんですが、帰り際僕の見えないところで社長が久保田さんだけに分厚い茶封筒をこっそり渡してまして、久保田さんとタクシーで2人になった時に、まあ、僕からこういうご時世なんでそのお金返した方がいいですよって言ったら、うん、なんでやねんって怒られまして、茶封筒の中身見せてもらったらカチカチに凍った A5 ランクのロース肉でした。いや、あったけどな。いや、てかさ、茶封筒はもう相場100万円やんか社長からやったら、その分厚さやったら、そうそうそう、肉、肉カチカチに凍らした A5 ランクの肉が1枚入ってたん、封筒の中。あんまないで、あの、うん、茶封筒ってほんまにお金入れるための袋やからね。そうで、もう言うわ、正直もう、うん、頭きてこ電話したろうかなと思ったけど、喧嘩になると思って、うん、その酒も飲んでたから、うん、タクシーに一回止めてくれっつって、うん、近く公園やったから、その肉手裏剣みたいにビョーン投げたったあんまないで、お前サーロインステーキ投げるやつで、うん、A5 の和牛の肉投げだった、うん、プシューって、あの、ね、脂身とかちょっとブーメランみたいなって帰ってくるんだよ。帰ってくるかい、切れるかい、ほんで肉で肉切れるかい、お前、うん、肉を切って2個立つ、うん、珍しい。以上です、はい、ラジオも、電話も面白いですね、ありがとうございます。いや本当にこのちょっといいですね、うん、推定ですけど50歳ぐらいの方のね、そういう方がどん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 と、はい、若い方もねちょっと入れてほしいですけどもね。そうですね、なんでエンディング間際そんな背高なんの、うん、背筋伸ばして、なんか司会の人でさ、エンディングしてる方はこうなる。いや、なるね。さ、宮根誠司さんとか入れろ、え、さあって言って思ってる高いからね、あの人。そう、実はちょっと高いね、背、うん、挨拶も綺麗し、そうどんどんでかなくね、体ね。そうやね、もうむちゃくちゃ怖いで、多分今。いやでもダイエット企画始まるから20キロ落とせって。20キロ、 20? うん、あーちょっと楽しみですね。もう20はもう笑わへんやろな、誰も。もう声細なるちゃん、はいどうも、声高くなるの、ありがとうございますって。いやおもろいや声高くて暴言吐いてるやつはおもろいいや、お前クソが殺すぞとかあんま聞いてくれ、クソが弱い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 ですけどもね、はい、というわけでございます、はい、じゃ あとね、あ、なんかある、あのね、今ちょっとあれですよ、進んでるというか言っただけなんで、マネージャーに、はい、どうなるか分からないですけど、ちょっとあのびっくりです、なんやねんそれって言われるかもしれないですけども、うん、平野くん、平野翔くん、うん、平野翔くんかな、平野翔くんでしょ、うん、うん、キンプリどれ、キンプリ、
ルミネでトークライブしたいからってオファー出してます2人で？いや、できたら面白いなと思って。おお、それはいいです ね、うん、キング&ジョーカー、キング&ジョーカーいや、全部ジャニーズの人取られるかもね、チケットもね。いや、取られるね。あの人たちプロでしょ、だって。いや、カチカチの相当頑張るな、ちょっと滑るかもしれないそれ。分かってるよ、全員がジャニーズファンやから。いや、こっちも負けてないよってね、ポルポト派が全部来るから。やべえ、言葉悪いぞはい、じゃあ、締めてあげて。え、あ、時間来たよ、50分。はい、終了。下手そう。さよなら